かっこよく入れてください。これは電池なんですね。いや鈴木さん、これ色素増加内容電池です。全部ちっちゃいですけど、これも今からソーラーシミュレーターって言って、あの太陽光、疑似太陽光を使って、IV 特性電流と電圧のグラフを測定してきます。そのために1センチ角の測定用のセルを作りました。この今茶色液体は何なんですか？今これはペーストチタンペーストは、歯磨き粉を使っています。歯磨き粉と P25 っていう、チタンを使っていまして、で今その間に、イソジンです。普通の、ヨウ素系のうがい薬を入れています。非常に簡単な構造なんですけれども、これだけでも電気が起こることが確認されています。乾燥しないようにセルを封じてるわけですね、はい、そうですね。 今からこれを機械で測定するので、ヨウ素液が飛ばないように封をしています。